無料のギフトもあるみたいなので、ぜひ和菓子の無料のギフトのあるよっていう方お願いします。無料のって何かあるんだろう。まんま、まんま、こんばんはっつー。今日はちょっと早めに始めちゃいました。予定だったら7時だったんだけど、今何時なんだろう。携帯の充電が切れて見えない。ラスカルさん、たい焼き投げてくれた、ありがとう。10個あるんだ。じゃあ200人の方が10個投げてくれたら達成するのかねえ。なるほどね。じゅんやさん、ありがたい焼き。なるほどなるほど。こしあんとつぶあんがどっちが好き。こしあんですね、私は。そうだよね。このそうそう、袋ついてるのがあれなんだよね。あ、あと2分ね、7時か。こんばんはつー、ひいらぎやともかはつかさん、お、たい焼きくれた。なんか分けておくか。じゃあそうだね、 UFO の皆さん200人が、あ、ここは確か恋人とかだったんだっけ。指輪って難しいよね。なんかさ、つける位置でなんか意味とかあるじゃん。だからさ、ちょっとさ、そういう意味になっちゃうとあれだから、そうじゃないところっぽいところにつけますね。ここは大丈夫だっけ。つけとこ。ありがたい焼き。マックスかがしも世界を救うさん、ありがハート。こんばんつー、大福言いますか食べたいんです。でもお肉まだ届いてないんだよね。え、なんでだろう。でもね、聞いたよ、ちゃんとスタッフさんに。おかっきゅうさん、ありがたい焼き。さっつんさん、ありがたい焼き。はっつ楽しい、ありがとう。 TikTok のコメ編ありがとう。いやいや、こちらこそ。まあでも私が大福もらうだけだからみんな、まあ、もう達成できたらいいなくらいなんで、あまり気にせないでください。そう、ウミティさん、タツロさん、たい焼きありがとう。みんなも無料のたい焼き残ってたらぜひぜひ。お、もうた、おいしく食べいただきました。あ、ちなみにね、たい焼きで思い出したけど、なんかね、事務所の近くにたい焼きがあって、でもそのたい焼き屋さん結構チェーン店なんで、結構どこにでもあるんですけど、あのね、めっちゃ美味しいんですよ。あの芋味とあんこと、最近カスタード味が出たんですけど、そう、カスタード味が出てたんですけど、カスタードは食べたことないんですけど、私は芋味が好きですね。あ、充電復活した、充電復活しました。おかげさまで充電が復活いたしました。どうもどうも。う、あ、待って、充電つってきてないやん。なんで、なんでだよ。たい焼きは好みし、え、なんで、うん、充電できないんですけど、もう海外充電だな。
チマソン、ありがたい焼き。たい焼きは頭から食べる、尻尾から食べる、頭ですね、私は。ニキビできた、言わなくていいやん。こんばんは、こんばんは、初。あんことホイップは美味しいよね。今日も初が可愛くて困ってます。イエイ。こんばんつー、こしあんです。あすかちゃんのショールーム初めて来た。ありがとう。あ、くしゃみでそう。あ、そうだ。あのさ、今日ね、ずっとね、やりたかったことをやりてきました。やりたかったこと、達成したかったこと。前髪パッツンお似合いだね、ありがとう。今日はあの、私が昔行ってた塾の借りてた本を返さなくていいよって言われてたんですけど、返してきました。やっと10月くらいに辞めたんで、半年以上半年もっと経ってますね。8ヶ月くらい経ってる。返してきた。そう、たい焼きあったかいのがいいです。リップの色かわいい、ありがとう。真っ赤、真っ赤、ちょっと深い赤。ご飯はね、もう食べましたよ。今日はお寿司でした。この前の鉄菜かわいかった、嬉しい。イエーイ、懐かしい。鉄菜もうね、懐かしいな。うちは見せれてよかったです。イエーイ、ガチラカさん、やっぱりね、劇場来ればいいよね。そうそう、前回返したかったけど閉まってたの。ジュエさん、かわいい、トトイ、ありがとう。そう、でもね、私ね、胃袋が小さくなってて、前よりもなんか、前ほんと小中学校の時とかはなんかね、もう7皿とか、まあ、10皿くらい食べてたんだけど、でもね、もうね、今日はお皿自体は1,2,3,4、まあ、5皿かな。でも1皿はサラダなんだけど、であと4皿でしょ。でもう1皿は揚げ物なんだけど、それはでも妹と半分こにして、そしたらあと3皿でしょ。で3皿でお寿司が3皿だったんだけど、1個だけあの妹に半分したから、結局お寿司自体はね 2.5 皿しか食べてない。めっちゃ胃袋小さくなったなーって思う。お腹いっぱいだよ。そう、エイズの日みんな2つ出演するらしい。 TikTok 面白い、やだ。そう、アイコンなの、恥ずかしいな、嬉しい。こんばんは、初。熊本の時にまんまと釣られたんご、イエイ。熊本も楽しかった。熊本からもう1ヶ月半くらい経つって怖いな。早いな。こんばんつ、明日エイト公演の出演メンバーの発表だよ。あ、そうなんだ。そうかそうか。エイト公演24日とかだったっけ。うん、5皿でも少ない。そう、こんばんつ、土曜日回転寿司初で、そうなんだ、珍しいね。なんか最近すごい小食になりましたね。なんか本当に、うん、そう、全然食べれなくなっちゃった。まあ、でもちょこちょこ食べてますけど、いろいろ。高猫17さん、ありがたい焼き。そうなの。チョコミントさん、お花ありがとう。お花たくさんありがとう。そう、安上がりでございます。熊本ツアーのハッツかっこよかったよ。本当ですか、嬉しい。いやーねー、チョコミントさんありがとう。たくさん、皆さんぜひたい焼きの無料のやつが残ってたら投げてください。今年ね、生誕祭できるといいね。乾杯初。何のネタが一番好きか、今日は
私イカとか好きなんだけど今日イカ食べなくて、今日はなんか期間限定でウニがあったからウニと、ウニを妹と半分こして、あとはいなり寿司とサーモンのマヨネーズで炙ってるやつを食べました。それだけ。お寿司はご飯食べてくる。いただき。ふみたさんありがとう。このお花のやつってあれだよね、普通の花じゃないんだよ、なんか和菓子っぽい。ゆうこりんさんありがとう。たい焼き抜いてくれて。リアルトーク会、熊本ツアー時に馬刺しのお寿司食べた。いいな。エイトの部屋だったら初のうちわ作ってきます。みんなぜひぜひぜひ、あのうちわ作るのが本当大変で間に合わなかったよっていう方は、あの間に合わなかったよっていう方は、あのペンライトを青と白にして持っててください。あとうちわ作るの苦手だよとかそういう方とかも、まあ、うちわもね嬉しいので、まあ、ダブル持ちで出たら最高ですね。かわいい、いい、嬉しいよ。髪型しばらくそのままでいく、うん、予定は。え、なんかありますか、要望とか。兄さんありがとう。たい焼き、あと9個残ってたら投げてくれてもええやで。欲張りな人間だ。こんばん。あ、そう、 TikTok 上げたんで見てみてください。昨日炙りサーモン大好き。私もバイト先系列店舗から持ち帰るか。お、どこのさお寿司屋さんかな。和菓子の肌なんだ、かわいいね。あ、ジャイグルデイバーオームさん、たい焼き投げてくれた。やった、これでフルーツ大福に一歩近づいたぜ。フルーツ大福もし達成できたら配信で食べるね。なんかフルーツ大福で、ね、私ずっと食べてみたかったんだ。だから、あ、もしかしたら食べれるかもと思って。まあこれがなんか違うものだったら、まあ、うん、ペンライト持ったことないんだけど持った方がいいかな。なんかね大きい会場だと、あのね本当熊本ツアーの会場とかだったら結構どこでも見れるんですよ、意外にね。3階とかでもそこそこ見れるんだけど、本当でかい会場になると本当に奥の方はちょっと見えない時とかがあるんだけど、ペンライトあったら結構な確率で見つけやすいので、まあ、見つけてほしいよって方はあった方が 100% いいと思います。見つける確率が例えばうちわだったら 30% のとこが、まあ、75% くらいに上がるかな。高菜とマクドナルド使はずかちゃんの丸川エビエさん、ありがとう。さっきファミマで限定のみかん大福みたいなの買ってきたよ。そんなの売ってるんだ。私は今ねフルーツ大福とフルーツサンドイッチが食べたいの。なんか最近ね SNS ちょこちょこ見てたらなんかフルーツサンドイッチを写真載っけてる人が多くて羨ましい。差し入れかな、いいな、いいな。一心堂のフルーツ大福が美味しい。行ってみたい。かゆい。ね、最近フルーツ大福流行ってんのかな。うん、なんだろうこれ。何ほうき。ダンスの時は見つけづらいかな。踊ってる時ってことかな。なんか踊ってる時は見つけづらくはないんだよね。見つけられるんだけど、まあなんかそのさ、踊らなきゃいけないから、なんだろうな、自由に探せないじゃないですか。例えば振りが左向く振りなのに右の方の探すとか、あ、なんかただ MC の時のにその踊りの時に見つけたら手振ったり、なんかあいたと思うけど MC の時とかにもうくまなく探すって感じかな。サカスさんありがとう。ありがたい焼き、あ、紙に包まれてるたい焼きもありがとう。ぜひぜひ持ってみてください、探すんで。そうね、ほんとみんなのこと本当は見つけたいんだけど、これ気になりますか？みんなのこと見つけたいんだけどさ、やっぱりさ、たまにちょっと本当に探してて、
探してたんだけど見つからなかったこととか、まあ、あるので、そういうの本当に自分も申し訳ないし、相手の来てくれたファンの方で見つからなかったら悲しいから、うん、持っていただけたら嬉しいかな。え、フルーツサンドってさ高くないですか基本的に。そう、フルーツ好きです。ちなみに夏はスイカがめっちゃ好きで、サクランボが好きですねでもスイーツだったら何でも好き。戻りながらレスは曲によるけど、ノーエーマンとかでレス送るのは無理かもしれない。見るとかはできるけど、手振るとか。でも逆になんだろう、自由な曲、手をつなぎながらとか、そういうフリーが多い曲とかだったら送れるかも。エースのペアさん、ありがたい焼き袋付きのやつありがとう。マッサン、ハートとダルマありがとう。ありがとう。曲中に変顔しそう。いや、最近はしないですよ。発見能力ホテトグループ随一。え、本当に？まあ、お世辞だとしても嬉しいな。嬉しいですね。見つけたらウィンクもらえますか？あの、ウィンクしてみたいな感じの雰囲気を出してくれたら。全員にはしないから、まあ、うちらに書いてくれたら、まあ、確実ですかね。え、そう、サンドウィッチって基本的高いのよ。マッサンさん、ハートありがとう。シュンゴさん、ありがとう。たい焼き、たい焼き美味しいよね。高野さんもありがとう。涙の表面張力でレスしたらすごいよな。ギリギリもうお前もう振り間違えたみたいになっちゃいそう。絶対ジョークスノーさん、ありがとう。たい焼き、皆もぜひ無料のたい焼きありましたらお願いします。何か今日なんかテロップなんかありますか？何か今日配信なんか今日私に配信で話してほしいちょっとお題を募集しますね。今から今日はこの配今日の配信はこれについて話してほしいみたいな。ギリギリさよなら、もう振りが軽くなっちゃう。ギリギリさよならが言えない言えないよ難しい。そういう、ハッツが初めてショールームしたのって何年前なの？でも私 5年前まではいかないけど、まあ4年10ヶ月前とかじゃないかな。たくやさん、たい焼きありがとう。大福もらったら妹ちゃんにも一口ね。全然あげますよ。てかなんかお肉も届いたら、まあ、配信でちょっと食べようかなと思うけど、基本的家族に食べてもらいたい。だから美味しいものは家族に食べてもらいたいと思っちゃう。なんかだからその入った頃に AKB48 に差し入れすごいもらうんですよ。だから今まで食べたことないお菓子とかたくさんもらうんだけど、なんかそれを一人で食べるのが申し訳なくて、なんか余ったりとかしてたらその食べたくなっちゃってその時食べるんだけど、できるだけ家に持って帰って妹にあげてます全部なんかたまに差し入れってね、量がめちゃめちゃ多いから余ったりとかさ、こうみんなが帰ってる時に余ってたらドドドドドって入れて持って帰ってる。たくやさん、ありがたい焼き。そう、アイドルとはお深いな。深いですね。じゃあちょっと洗濯して入れておきますね。ええとこへのもおー、なるほどね。確かにええとこへそろそろ始まるし、新番組ね。新番組ね、あんま私ね内容わかんないから、意気込みも何もって感じなんだよね。頑張るぞくらいしかない。そうそう、なんか優しいっていうか、なんかわかる、人にあげたくなっちゃう性格なのなんか人にあげてこうなんか喜んでもらいたいみたいな性格なんですよ多分。なんだと思う。だからだと思う。なんか優しいとかそういうのよりそういう性格なんだと思うそうだから、でもやっぱりめちゃめちゃ美味しそうな差し入れはあげたくねえなと思ったら食べるけどねあ、メンバーにキュンと
大人になったということで今後水グラブとかに挑戦しますっていうことで大丈夫だよね。なるほど。それぞれ4姉妹の燃え方についてこれも難しいな。まあ、あとなんか和田さん、あ、ありがとう、たい焼き、ありがとう。メンバーにキュンとした話、あ、これも難しいね。本当に、あ、これは静まじゃなくて優しいお姉ちゃん、いや、そんなことはない。宇多田の日常、あ、なるほどなるほど。こんばんはっちゅ、誰にしようかな。 YouTube 面白かったよね。面白かったね。ハッツのお気に入りのクッキー、何のクッキーだ、クッキー、宇多田のお気に入りのクッキー、クッキークッキー、クッキー最近何も食べてないな。クッキー、こんばんは。ブリゴン頭くたダツかダツミタイさん、ありがたい。そう、エイトコインの振りまだ覚えてます？振り自体は軽く覚えてる。でも今ね、確かね、多分今リハしてんじゃないかな。多分地方にいるメンバーだけリハ参加できないんだけど、多分他のメンバー多分ちょ今レッスンしてて送られてくる レッスンの動画とか、なんかね、みんなめっちゃ集めっちゃやってるからさ、すごい置いてかれてるかなって焦ってます。やばいやばい、私も覚えなきゃと思ってるけど、でもまあレッスン呼ばれてないからしょうがないしょうがないんですけど、でも焦ってますだから今ね。あの、またレッスンはまたあるんだけど、今できてない人たちに非常にあるんですけど、それまでにちょっと覚えとかなきゃなと。もう早く公演出たいから、多分自分が待ってるだけじゃ出番遅くそんな来ないと思うから、たくさんのポジション覚えるくらいの意気込みでやりたいですね。ヘッド声の振りね、でも軽く覚えてますよ好きになっちゃうなんて 100% ありえないと思ってた展開に裏切られた、トゥ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 、いてあったらくだるる、予防注射効かぬんや、思わずどくつく恋よりも仕事をとっとぶんてじたら、で今さどんな顔するちたたたたた、あ、こっちだったけど、たたたたた、これはチクなんだ。うん、いける気がする。でも多分さ8人バージョンだから振り変わるんだよね。僕の皆さんありがとう、たい焼き、まだ今記憶力が何もないな。また思い出したら言うね。じゃチョコミントさんハートありがとう、たくさんハート。天井ソーダ水の衣装本当に可愛い、ありがとう。8人バージョンだと多分変わると思う。あの、変わるっていうのは歌割りが変わったりするから。ナオキーさんありがとう。あ、ということでお題について今日は話していきたいと思います。何がいいかな。あ、じゃあ投票で決めよう。1番アイドルについて、2番チームと声について、で3番何にしようかな、ユーラさんについて。この3つでいきましょう。1番アイドルについて、2番知名度公演について、3番ゆうなさんの好きなところだったかな。これでいきます。今年は初の誕生日、初くんの誕生日に食べてくれるの、自分の誕生日じゃなくて。やったー、いいな、チョコミントのケーキ。
作るの買うのかな。コージーコーナーさんに確か売ってた。食べてみたい。1番アイドルについて、2番チームメイト声について、3番ゆうなさんの好きなところについて。ちょっと今ファンの方からリクエストを受けたものをちょっと選ばせていただきました。あ、そうなんだ、期間限定の、ここに、そかそか、自分の誕生日ってことか。ちょっとなんかみんなもおすすめのチョコミントのなんか売ってるとこあったら教えてほしいな。誕生日プレゼント誰が欲しい？なんだろうね。なんかさ、みんなの愛。今欲しいものね。お母さんに何頼もうかな。なんかスイカ一玉頼むの夢なんだよね。こんばんつー、バッドボーイズさんってことないです。全部聞きたいの全部なんで、あ、そろそろコンビニでブランチュールラングドシュのチョコミントちゃったよ。あのね、ファミリーマートかなんかであるんですよ。ファミリーマートだったかな、チョコミントのクッキーみたいな、食べたい。あ、そう、カフェドクリエさんであるの。そうそう、私もね今行こうか迷ってる。じゃあそろそろ締め切ります。10、あ、最後に1番アイドルについて、2番知名度公演について、3番ゆうらさん好きなところ。そう、行きたいのよ。黄色いスイカちゃんと食べたことないかも。そろそろ収録ある、あるかも。こんばんはつ、でもね、私ね今年、でもみんなに、でも女の子そんなにいないか。みんな服どこで買ってる。でもみんなは服にどれだけお金をかけますか。ね、私には分からない。私は今年はちょっとかっこいい系の服をたくさん着たいんですよ。でも今まで結構かわいい系の服しか持ってなかったからあんまりなくて、夏服とかでかっこいい系の服がね。だから買おうと思って外行きたいんだけど、でもさ、服ってさ1着だったらダメじゃん。せめて3着ないといけないじゃん。3着ないと思う。だからそこそこ買いに行かなきゃいけないんですよ、ほぼほぼ全部ね、かっこいい服はね。でもさ、なんかさ、なんか普通にさデパートに入ってるブランドのとことか8000円とかするじゃん。8000円の T シャツとかさ、7000円の T シャツ 3着買ったらさ、2万1000円でしょ。2万1000円だよ。2万1000円でさ、ズボン買うじゃん。ってことはもう4万とか5万するじゃん。そんなとこでポンポン買えないじゃん。じゃあさ、どこで買えばいいのと思って。でも私ね、趣味ないんだよね。趣味はないから、まあ、その面でお金を使うことはないんだけど。あ、メンズを買う？あ、なるほど、そういうこと。でもね、そう、 T シャツに私はお金をかけたことがなくて、わからないんだよね、難しいんだよね。だからさ、あとさ、私ね、体型がウェーブ体型だから今着たいファッションがあって、ウェーブ体型って上は薄っぺらくて下がちょっとズシンってしてるから、下はちょっと下の太さをカバーできるようなズボンを履いて、上でピチッとした服を着てスタイルをよく見せようかなって今ちょっと挑戦したいんだけど、なんかどこもかしこも高くてさ、まあ見に行ったんだよ、まあ、お店見に行ったんだけど結局何も買わない。みんなどこで服を揃えてるんだよと思って、そう、わからない。あ、そろそろ締め切るね。3、2、1、ポチッとな。お、アイドルについてだ、難しいな。これ私がアイドルについて語ったらお前が語るなって言われそうだからちょっと怖いな。
アイドル、アイドルっていいよねみたいな感じにしとこう。ポリポリ。お話し会で来てもね、経費で落ちないんだよね、自腹だから。あれ全部だからね、服は自腹なんやけど、もうどうしようかなって感じ。なんかさ、なんか私服のセンスないからさ、例えば高いブランドのとこで見るじゃん。なんか私の性格的にもう誰かに選んでもらいたいんですよ本当。じゃあ私が理想の服、こういう服着たいなっていう理想の服を着てるメンバーさんいるじゃないですか。そういうメンバーに選んでもらいたいので、そういうメンバーが選んだ服を着るとめっちゃ気に入るんですよ。誰でも結構何でも気に入るんですよでもなんかそういう、そのそういう風に選んでもらった服って普通に置いてあって、お店に。でそれを自分で見たら買わないんですよ、わかりますかなんかお店で並んでんの見たらどれも同じに見えちゃうの。なんかどれも同じに見えちゃって、これだったらなんかもっと安いのあるかなとか、あーこのデザインやったらもうちょっとここがこうだったらなとか思っちゃって選ばないで帰っちゃう。そうだから私本当に究極に安いか究極に気に入らない限り服買わないんですよねでもなんか本当に今悩んでます、ピコーン。なんかまた今ね、服買いに行かなきゃいけないちょっとあって予定が、そうなんか、そうなんですよ、服買わなきゃ、服買いに行かなきゃいけないんだけど、白のオーバーオールをマジおすすめ、見てみる。そう、奈々さんに決めてもらった時にさ、奈々さんに決めてもらったからっていうのもあるんだけどさ、もうすごいお気に入りなんですよ。だからまた奈々さんとか選んでもらいたいけど、その時間ないだろうし、うわあ、そうなんだよ。カレンちゃんと同じような服、そうそう一緒に買ったからね奈々さんのおねだり、奈々さん服おねだりできねえよ。でも多分自分がなりたい服を、系統を着てる人に選んでもらうのが絶対一番なんだよ。そうでね、最近こうリセンちゃん、リセンアリちゃんに一緒に選んでもらったんだけど、結局一個も買わないで帰りましたまあ最近だか前なんですけど、なんかちょっと夏の服をね買わなきゃいけないから。そう、だから私は選んでほしいの、わかる？これ選んで、これ買いなさいって言われたら、あこれかと思って着るっていう、このいるかな。そうなんか選んでもらって、あこれいいんじゃないみたいな、だけどなんかさ、どれもさ、なんかもっと高いなとか、あこれで1万円だったらなんか似たのありそうだよな安いとこにとか考えちゃうんだよ。そう考えちゃう、そうなんです。そう、ヨコちゃんにもね選んでもらいたいのも、私ヨコちゃんでもあれだから休業中だから会えないけど、会えてないけど、そうヨコちゃんにも前服一緒に選んでくださいって言ったんだけど行けてないから。そうなんだよね、難しいね。切磋琢磨さんありがたい焼き。そう私ね、服あれなんか本当になんかもうあのお金とか考えないで選んでくださいって言われたらそれ選ぶんだけど、結局お金は大切にとか考えちゃうじゃん。そしたらね踏み切れないんですよ、これ悩みですね最近。山猫坊主さんありがたい焼き。セサタクマさんありがお花。キャンディーサータンハットさんありがたい焼き、たい焼きありがとうっていう悩みです最近。そう、エイトの日おしゃれ祭りって何なんだろうと思って、だからまあそんな感じでね、ちょっとね今年の夏の服に今ね悩んでます。なんかネットでちょっと安いやつを何個か頼んでみようかなって今考えてる。え、あとさちょっとね、多分ここにいる私のファンの方でちょっとこの答えが分かるよって方も少ないかもしれないんだけど、私はウェーブ体型なんですよ。で足が短くてウェーブ体型の人、まあウェーブ体型の人って私は特に、まあ、足が短くてちょっと太いんですよね。でそれがコンプレックスなんですけど、このだからウェーブ体型の人ってスカートがいいって言われてるんですけど、
でも私はスカートより ズボンとかの方が好きなの。だからなんかこうわっかわいいねキャラインみたいな女の子より今になりたい自分はこうズボンを履いてシャッキーみたいな感じの服が着たいんですよ。でズボン履きたいんだけど、ズボンの形によってはちょっと自分のそのコンプレックスが分かりやすくなっちゃったりするから、そういうのをごまかせるズボンって何なんだろうと思って分からなくて、それがはい、そうなんですよ。スキニーとか恥ずかしい、多分相当変なやばいことになりますよ。そうっていうね、最近の悩みです。にんにん、やっぱりワイドパンツとか、で正直ワイドパンツとかさ、なんどれがこう見てどれがワイドパンツなのか分からないそう、あと腰がね大きいんですよ。ウェーブ体型の人ってこう上半身だったらキュッてなって腰のとこがこう大きいから、なんかちょっとなんかさ、ズボン履いた時にこれはちょっときついな歩くのってなるんですよね。ちょ、な何がいいんだろう、一旦安いの適当に買ってみようかな。なんか2万円とか決めて買ってみようかな。2万円服、まあ、というね悩みでした。最近最近ちょこちょこインスタグラムとかでさ服を見るようにしてるんですよ。私は成長しようと思って悩むぜ。しのぶさんに聞いてみる。確かに、じゃあ石尾さんに聞いてみればいいのか。確かに、でもさスカートが似合うって言われてもさ、自分はスカート着たくなかったらズボンを履きたいじゃないですか。ズボンを履きたいのにスカートは履き、分かりますかこの気持ち、なんだろう。でもズボンがダメ、絶対ダメってわけじゃなくて、こういうズボンだったら似合うよとか、スカートだったら一番ごまかしやすい良さが来たつよっていうふうには言ってたんだけど、でも自分はズボン着たいからっていうね、そういうこだわりです。そうなんか、そう悩んでますけど、まあどうにかしたいと思います。まあいろいろ楽しみましょうかこんだけ人ぐしですね、こんだけ騒いどいて。そう確かにプロの方が近くにいるから聞いてみようかな。スカート嫌いではないですよ。ズボンが好きで、あんま私ねスカート履かないんだよね。短いスカートやワンピースもあんま着ないっちゃ着ないんだよねうん、ノーキーさんありがとう、まありがとう。そう着ないあんまり、なんか女の子だねみたいな服あんま着ないかな。着ないってか最近はね、かっこいい、なんかかっこいいみたいなに憧れてるの。ゴルフウェアみたいなもの、あなたの趣味がダダ漏れよゴルフウェアみたいなのは恥ずかしい、絶対着ない気がする今の自分は。そうっていうね、スカートあんま履かないよ私。スカートは今まで履いたことはあんまない気がする。私服でワンピースだね、私がそれならワンピースよく着てる。でレッスン着で竹下通り、まあレッスン竹下通り自体私正直あんま行かないけど全然歩けますね。私多分、ね、今までの私服見てもらったらね、ワンピースばっかりだと思う。ワンピースとズボン全部ワンピースだと思うよ。ほぼほぼワンピース、スカート、うん、これはスカートだけどほぼほぼワンピースですね。この時の服可愛かったな。そうなんですよ。まあそんな感じで早くこのお題について話しましょうね話さないと。そう最近はねストリート系とかになりたいんですけど、そうなんか今までの持ってるジャンルと違いすぎてなかなか悩みますねって感じ。
ジャージは持ってないジャージは持ってないや、うん、ジャージは全く持ってないですね。ジャージじゃなくて、なんだろう、 GU とかで売ってる動きやすいズボンをレス着にしてるタイプ。私はなんかアディダスとかはあんま持ってないですね。なんか別に嫌だとかじゃなくて、ただ普通に持ってないだけなんですけど、なんか GU とかでさ、こう縦線が入ってる黒いパンツとかさあるじゃないですか。ああいうのを私はレス着にしてます。ああいうのに T シャツみたいな、スウェットじゃないですね、普通に私服のズボン、私服になるズボン。多分ね、 GU のズボン、多分 GU よく行く方はさ分かると思う。もう GU のズボンみたいな、ああいうのめっちゃ持ってる、 GU のズボンあとはあとはね、あのね、最近奈良さんとお揃いで着てる時の緑のズボンをレッスン着にしてて、え、わか、伝わるよね。あの GU 系のズボンをレッスン着にしてるメンバー多いですよ。かっこいいは地雷系女子、いや全然違うよ。かっこいいはあのね、私のね、かっこいいはね、もう白と黒みたいな、だから地雷系女子の私のイメージはピンクのリボンがここについててワンピースでキロリンみたいな感じなんだけど、私の思ってるかっこいいはなんかこう黒、なんか T シャツ、黒の T シャツに白いズボンみたいなそう、レッスン着はね数あった方がいいからYOU って書いた T シャツは YOU、 YOU って書いた T シャツ全然着るよ。もう T シャツは正直ね、あのね、もういろいろ着てるよ。ズボンは数少ないから、ズボンは結構いつも同じの着てるんだけど、 T シャツは結構生誕 T シャツとかもらうから、もうめちゃめちゃいろんなの着てるっていうレッスン着が私はオーソドックスですね。あのレッスン着で面白いのがあって、レッスン着でそれぞれのメンバーの特徴があるんですよ。このメンバーはいつもこういうレッスン着てる、このメンバーはいつもこういうレッスン着てるみたいな。で、私が入った時のみんなのレッスン着と今のレッスン着もまた全然違くて、やっぱりなんか先輩になるにつれてレッスン着がおしゃれになってくんですよっていうのもあります。そうなんですよね。そう、なるちゃんは黒い。島村ね、私島村あんま行かないんだよね。別に行って行きたいけど行かない。ヒョウ柄ないんで高。お題はだいたい最近はカラーパンツに、あの自分で買った T シャツを着てるイメージ、なんか自分なんか可愛いイラストとかが描いてる T シャツを着てるイメージ。そう、スラッとしたカラーのパンツ、青とか緑とか、まず黒とかのパンツになんか そういう普通の T シャツ着てる。でミッサーは黒のスパッツの上に半パン履いて T シャツ、セーターティーとか着てる。ミッサーはだいたい上はセーターティーとか、結構キャラクターものの T シャツにスパッツの上に半パンっていうスタイルはミッサーです。でリンリンはマジいつもどこかしら肌見せてます。背中か肩かお腹を見せてるのはリンリンそう、ひなこちゃんズボンが似合わないからスカートしか着ない。あ、確かにあんまズボン入ってるの見たことない。ひなこちゃんはだいたい長めのワンピースにならないくらいのギリギリ超短いワンピースみたいな、ワンピースじゃないみたいなやつに半パン入ってるイメージ。ぬいさん、お花ありがとう。生えたばかりの子はレッスン着悩みそう。あ、私が初くもね、悩んだ。すごい悩んだ。ゆいゆいは結構スポーティーな T シャツにズボン。なんか、スポーティーな。あんまりゆいゆいはね、なんかダボっとしたズボン、まあ履いてるっちゃ履いてるけど。でもゆいゆいは結構スポーツブランドの服着てるイメージ。結構、うん、有名ななんかアディダスとかのでレッスン着っていうイメージですね。で T シャツって感じ。ゆうなちゃん、服部ゆうなちゃんはでもそういう GU 系のズボンに、ちょっと短めのトップスの
あの裾がちょっと短い系の T シャツを着たりとかしてるイメージ。うん、健三さんっていうのかな、 HS さん、お花ありがとう。ふみちぃさん、ありがとう。菅井先生は、菅井先生は会ったことない、会ったことない。自分半額、私も黒ばっか集めちゃう。そう、おめざきちゃんは、おめざきちゃんはね、あ、確かにサッカーのユニフォーム着てる。そう、ゆゆピンク着てる、ピンクあんま着てないよ多分。ゆゆはね、結構ね、握手会とかで着てる服と私服で着てる服、普段着てる服は結構なんか結構握手会とかだといろんなジャンル着てるけど、私服は結構スポーティーです。そう、みゆちゃんは結構黒とかのなんか結構ズボンに T シャツ、そんなオーソドックスですね。みゆちゃんはオーソドックス、そんな感じですかね。ちょっとこれ以上いろいろ話したらメンバー人数多いから。同じ服何枚か買ったりする、ないな。あきじアットマーク、鈴木ひかり、中村、みなむらさん、あきじさん、ありがとう。だるま、ありがとう。まあそんな感じでアイドルについてっていうお題なので、アイドルについてちょっと話して終わりにしたいと思います。7時から始めたんで、まああと20分くらいかな。宣伝してくれてる。体育ギフトをみんなで2000個投げると初に豪華フルーツ大福が贈られます。そうの通りです。ぜひあの体育ギフト無料なのもあるので、無料のがある方はぜひ投げてみてください。喜びます。ただが、あきじいさん、ありがたい。焼きチャンレタさん、ハートありがとうございます。洋服かぶったことあんまない。私はどんなアイドルになりたい、でも私はなんかアイドルになんか理想とかを抱いてなったメンバーってわけじゃなかったんですよ。なんかアイドルがもともと好きだ、なんかアイドルに興味がなくて、その今までの人生でアイドルになる直前前までそのアイドルというものを好きになったことがなかったから、ファンの人がアイドルに対してこういう思いだよねみたいな思いを、だからなんだろう、 何かに対して応援したこととかがなかったんですよ。だからなんかそのファンの方の気持ちが分かるから私はこういうアイドルになりたいとか、そういうのを持ってなかったんだけど、まあ、アイドルになって思うのは、ちょっと待ってね、高輪さん、ありがだるま、桃天さん、ありがたい焼き、そう、高輪さん、ありがだるま、そう、宇多田姉妹が喜びます。徳野空さん、たい焼きありがとう、そう、のりさん、たい焼きありがとう、そう、なんかでもはなんかアイドルをやってすごく、あ、しんのすけさんもありがとう。なんかファンの方に対して私がまあ結局は一番はなんか応援してくださってる方が楽しいなとか幸せだなとか思ってもらえるようなアイドルになるのが、まあアイドルとしてのまあ最低限の理想かなとは思いますね。やっぱりでもアイドルになってこういう理想があってこういう夢を叶えたくてとか思ってもやっぱり叶わないこととかできなかったこととかあるし、例えばなんか夢があっても叶えられなかったりとか目標は達成できなかったとかそういう時があるけど、じゃあそれだからファンの方がじゃあその達成できなくて何かに対して不幸せかって言われると意外そうじゃなくて、なんかそれまでの過程をファンの方がでも楽しかったよとか応援してよかったよって思うよって言ってくれたら、それでアイドルって成り立つというか幸せだなって、なんかいい、なんだろうね、まあ確かに達成できての喜びってすごい、私はそれをねみんなと共有たくさんしていきたいなと思うんだけど、その過程がで頑張ったりしたらファンの方がでもなんか応援してよかったよとか言ってくれるのを見ると、確かにその夢を叶えるとか達成したいなっていう風に思うことは思うけど、それまでの過程とかも大切にして一つ一つみんながなんかね楽しいなとか喜んでもらえるようなこととかをまた
考えたいなと思います。失敗とかはたくさんするかなと思うんですけど。うだだぽっこアットマーク大福食べたいさん、ハートありがとう。あ、これ読んだっけ。しんのすけさん、たい焼きありがとうって言ったか、言ったか、ありがとうかなと思います。なかなか難しいけどね。アイドルは思ったより難しいなと思ったことある。でも本当にさっきも言った通り、私アイドルっていうものに対してあんま興味がなかったんですよ。だからアイドルのことを、アイドルの職という職業が簡単だと思ったこともないし、難しいだとも思わずに入ったんですよね。だからなんか私がアイドルをする上で、アイドルってこんなんかなっていう理想を抱いて入ったわけでもなくて、特に何もか、なんかこういうのかなとかも想像せずに入ったから、なんかそのそこさ、その行く先行く先で起こる困難とかを、え、私の思ってたのちゃうとかって思わなくて、あ、アイドルってこういうのなんだ、アイドルってこういうのなんだって受け入れてきたんで、なんかアイドルって思ってたより難しいとかそういうふうに思ったことはないけど、でもまあアイドルをしてて、まあ、振り返って難しいなと思うのは、なんかまあいろいろありますけど、なんだろうね、まあ、自分の未熟さを結構目の当たりにする機会がすごい多いので、なんかそこをどう克服していくのかとか考えるのはすごい自分では難しいしなって思います、アイドルしてて。いげまさん、ありがたい焼き。私が目指すアイドルはなんか何々系を目指してるとかではないですね、全く。なんか私はよくバラエティ班なのとか言われるんですけど、それも私はバラエティ班を目指してるわけではなくて、その宇多田、アイドルとしての宇多田を見せてたらバラエティ班だよねって言われちゃうのは、もうそれはそれでね、まあ、宇多田ハツカっていうのが勝手にそっちに行ってるだけなので、何かを目指してるっていうわけではないです。ただ自分を出したら、なんかこういうジャンルのアイドルだよねって言われてるだけみたいな。だから特に何々系を目指してアイドルをしてるってわけではないんですけど、なんかどうなんですかね、目指した方がいいのかな、目標がある方がいいっていうか。でも正直今自分は何か、なんかこういうアイドル、なんかこういう系のアイドルになりたいとかはないです。ただただなんか、ただなんか頑張らない自分を見ててすごい辛かったので、なんかそういう、なんかちょっとなんか生き様がダサいなって自分で思ったので、そういう自分のダサさを克服したいなと思います、アイドルのなんか上でって思った。アトムさん、かわいい、ありがとう。あとすごいアイドルをしててね、ほんといろんな方と出会うのがすごいいいとこだなと思う。ゆうまさん、ありがたい、ゆきチョコミントさん、ハートありがとうございます。ありがとうございます。お疲れ様です。そうですね、ちょっとコメントごめん読めてなくて、あとが、いや、ありがとうございます。そうね、でもなんか私は本当に難しいなと思いますね。なんか母のみんなに幸せになってほしいって言うけど、私がじゃあ幸せになるようなことをしてるのかって言われたら、なんかわからないから難しいなと思います。尊敬するメンバーはいますよ、あのゆりさんとななさん。そうだから私も自分がバラエティ班に行きたいですとか全く言ってない。なんか女優さんみたいになりたいですとかも正直スタッフさんとかには全く言ってはないです。はい、結構開けるな。何それ、あら家作ったの、ほら家作った、あらすごい、ちょっと待って今急いでないよ、写真撮るから、ちょっと待って写真撮るね、写真撮って見せる、ポコタン、あ、充電切れた、あ、いいよ出してあげて、またね、はい、妹がポコちゃんの家を段ボールで作って見せてくれました。シング13、たい焼きありがとう。あのあとモングコロワングスクルさん、ハートありがとう。そういやね、私もさ何がしたいのか正直なんだろうね、悩むんですよね。そう、大ちゃんとうまく EF にできないレギュラーないさん、ありがれんぼうさ、難しい。そう、あやい傘の妹です。
生きてることがファンさ。おお素晴らしい素晴らしい。じゃあ私も生きてる、みんなが生きてることが推し活ということで、そう前髪パッツリしたんですよ。え私のポコちゃん一緒にくっついて寝てくれないんだよね。どんなお仕事していきたいとかないの？えでも私はえもう基本的になんだろうな、なんか芸能活動をしたいっていうのはなくて、なんか例えばじゃあ将来アイドル卒業して女優さんになりたいとかタレントになりたいとかそういうのが正直なくて、そうなんですよ、ないから AKB48 でいる自分しか想像できなくてその今の自分がやりたいこととかで、だからなんかアイドルとして AKB48 にいる自分が自分を応援してくれてるみんながなんか喜んでもらえる仕事がたくさんしたいなっていうのしかないので、なんかこうお仕事もらえたら何でもやりたいから、正直これをなんかこういう仕事していきたいとかがないんですよね。なんかそう自分のしたい仕事とか、まあでも向いてるなんかバラエティ番組とか出た方出たりみたいなとかあるけど、そうそうなんですよ。おかきさんありが和菓子のお花35歳まで食べてる、イエイ、こんばんはちゅー。そう裏方とかもやっぱ頼まれたら全然やりますよ。なんかイベントとか考えてとか言われたら全然考えるしはい、目いっぱい楽しみますね。そう状況ね、いやそうね、なんかねアイドルとして実力とかはね積み重ねれたらいいんだけどね。他のグループで気になるアイドルさん、あんまり私本当なんか本当になんか何かにハマったりとかしないんだよ。あでもイコールラブさん好きですね。私もタウゼントみたいなかっこいい役してみたい。そう歌って踊れるアイドルはすごいいいなと思う、なりたいですよ。テレビ番組でそのアイディアとか考えてみたい。プロデューサーやってみる、やってみたいですね。でもプロデューサーとかさそういう仕事って多分アイドルとしてある程度の実績がないと多分任せてもらえないと思うからね。うん、私が今興味あることか、なんだろうな、なんか私基本的にいろんなことに興味持ちがちの人間で、でいろんなこと興味持って結構いろいろ極めない人なんですよ。それがねちょっと悩みでもあるんですけど、なんかそう、英会話も全然今もやりたいし、ギターもやってますよちょこちょこ。でもどうなんだろう、なんか卒業とかさしたらさどういうことするんですかとかさ結構いろんなの人とか聞くけど、私ないな。でも芸能界関係に就きたいとは思わないかもしれないな。なんか芸能界関係のお仕事はしないかなと思う。なんか例えばそういうわかんない、でも正直結局今思ってることとじゃあその日がその時が来た時に多分考えって変わると思うからわからないです。そう、あ今犬が掘っております、布団を掘っております。あ、切磋琢磨さんありがたい焼き、これでフルーツ大福に近づきましたね。あとギター弾けるんや、そうですよちょっとだけですけど、
私はなんとバンドもバンド参加してたんですよ。エイトルズのギター、知ってました？私最近あんま弾いてないんで、弾いてないんで、みんなの前でなかなか知らないと思いますけど、私エイトルズの時後ろでギター弾いてましたからね。じゃんじゃんじゃん。私のピアノ弾けるって言ったら怒られるけどね。一応弾いたけど怒られるけどね。たくやさんありがとうございました。ちょっと怒られるレベルのピアノを弾いたね。でもなんだろうね、なんか AKB48 にずっといたいなっていう環境づくりを私が少しでもできたらいいですね。何もできないもので、なんか本当申し訳ないんですよ。そう、毎日1曲あげてる。そう、ミッサーがなんか私に相談してくれて、なんかイベント参加するんだけど、どういうことをしたらいいかなって相談してくれて、あ、そういうのいいんじゃないみたいな。なんかで私、そう、まあでもそのあれですよね、嬉しかったですね。相談してもらえると嬉しいですよね。私ピアノ全然下手くそですよ。ギターも下手くそですからね。だって本当何もね、あの教えてもらったこととか、あの本当バンドの時は教えていただいたんですけど、なんか未だにコード弾、コードがよく分かんなくて、いや一から勉強し直した方がいいんかなと思って。なんかアイドルとしてずっといたいけど、やっぱりなんかいろいろとさ、うん、アイドルしてる上で不安要素とかあるじゃん。なんかみんなが長くアイドルしてたい、このグループにいたいって思えるような環境をね、わかんないや。ふみてぃさんありがたいやぎ。そう、身長伸びたかも。女優さんね、何され、キース・リチャーズと呼ばれてます。何され、アトムさんありがお花。 YouTube やってみない？そう、でも結局私はまずアイドルとして何か実績をね残さないとさ、私はファン、スタッフさんとかに多分信頼とかないと思うから、周りの人たちに対して。だってもうこんなさ、受験の活動とかもしちゃったし、だから私にできることって何なんだろうって思います。ひーちゃんが後輩にダンスをしてて、そう言ってくれてたよね。嬉しい。なんかひーちゃんと話してたら、あ、ハッツって仲いいんだって周りの人から言われるんですけど、実はね仲良かったんですよ私。知ってましたかね。でもなんかアイズワンに入ってから結構なんか遠い人みたいになっちゃって、あんまり話しかけるに行けなくなっちゃったんだけど、そう、でも実はね仲良かったんですよ私。あのウタポンっていうコンビ名があるくらい仲良かったんですよ。知らなかったでしょ。そう、ウタポンっていうのがあるの。そう、一緒に雑誌のペアで参加する雑誌のイベントにウタポンで参加して、何位だったかな、8位とか9位くらいだったかな、だったんですよ。知ってましたか。そう、仲良かったんですよひーちゃんと。切磋琢磨さんありがたい焼き、ありがとう。そうなんですよ。そう、でもひーちゃんもねまた戻ってきてくれて嬉しい。そう、そう、歌が宇多田でポンがひーちゃん、あの755のトークがあるんで見てみてください。ちゃんとありますよ。そう、あるんで、あの本当で嘘ついてないですから。755のトーク、私の参加してるトーク見たら多分いますよ。あるんで、歌ポンのトークが見てみてください。
あの昔会話してるんだけど、なんかね本当に2年半全然ちょっとしか喋らない生活をしてたから、なんかびっくりしちゃって、なんかすごいタメ口で話してるんですよ、仲良かったからなんだけど。だからなんか久しぶりになった時にこんな風に話してたのってびっくりした。キャンディーサータンさんありがたい焼き、ナオキさんもたい焼きありがとう。そう、そう、そう、ひーちゃんは今もうね、もうみんなに大人気だから、もう近づきがたいです。ひーちゃん自体は全然変わってないんだけど、もうみんながひーちゃんひーちゃんって、私はそこに行くのが難しくて。いつ作ったんだろう、めっちゃ前だよね、2017年だもんね。あ、2017年の8月だから1年、入って1年で作ったのか。そうですね、私もダンスうまくなりたいですね、ひーちゃんみたいにね。話すとき緊張したりしない？でも最初はしたけど、久しぶりに話したときは。話してたらあんま緊張しなかったよ。そう、宇多田ヒカルです。でもヒカルンとはずっと仲いいよ。そう、仲いいですよ。そう、ヒカルンはチーム4で一緒なんで、結構劇場公演とか一緒に、結構一緒にいるよ。なりたいだけではダメだと思う。そうだね、チーム4の、そうチーム4の一緒なの。一緒に鷹に餌をやったのか。独特。平野ひかるちゃんでチームメイトだっけ。そうだよ、チームメイトの石川県代表だよ。そう、ハッツのダンスは全力で好きです。ありがとう。同じチューブだもんね。そうですね、同じチューブだから嬉しいですね。結構後輩にダンス教えてるじゃん。うん、そんなことないよ。あー、なんだろうね、私ダンスさ教えてるとさ、だんだん自信なくなってくるんですよ。そう。不安になっちゃうんだよね。そうなんですよね。楽しかったね。カレンちゃんも仲良しです。そう、同級生のみんなはね、だいたいみんな仲良し。そう、なんかそれぞれといると、なんかこのメンバーといるときはこうだし、このメンバーといるときはこうみたいな感じです。例えばヒカルンといると、なんだろうな、なんか落ち着くというか安心する。そうで、カレンちゃんとかミッサーといると、なんかふざけたりとかしたくなる感じだったりとか。お、足で塗った。じゃあそろそろ終わんなきゃな。なんか他に質問とかありますか？終わったら回りますね。ダンス好き、ありがとう。え、一番そう出せるのは、え、一番そうするのは、誰だろう、わかんないな。難しいですね。そう、お披露目千葉なんですよ。8の日はね、チーム分けないらしいですよ。難しいな。
難しいですね。わかんない、あ卒業したけど、誰だろうな、わかんないな、素を出せるのわかんない、わかんないな、リスンちゃんかな、わかんないな、なんかそれぞれがそれなんかそれぞれがそれぞれみんなでも仲いいけど、なんか本当になんかお悩みができた時に相談するのはアイリちゃんかナナさんとかユイ、なんか AKB 関係でわーどうしようって本当にほんまにどうしようってなった時ほんまにどうしようってなった時はなんかナナさんかユイさんに連絡して、 AKB もそうだけど、まあ、AKB じゃないこととかで悩んだ時はアイリハンにかけるかな、でなんか連絡するかな、なんかミサとかカレンちゃんは、まあ、お悩み相談とかなんかそういう話もするけど基本的に楽しくいる時間、一緒にいる時はでふざけたりとかしたいみたいな時にいる、一緒にいるタイプって感じかな。マッシー元気かって感じですかね。みんなもいますよねそういうの、なんかさこの友達はといるとなんかちょっと陽気な自分になって、この友達といるといつもいろんな人生のことを考えたりとかするなっていう友達とかありません？そうだね、奈々さんとかはなんか本当になんか話しかけやすいじゃない、なんか話しかけなんか相談とかするとなんか結構なんだろう、否定をしてしないとなんていうんですかね、それは優しいし、やっぱりナナさんとか、まあ、AKB48 とかでさすごいいろんなメンバーから信頼されてる方だからね、すごいですよ。マッシーね、あら僕し帰りの新幹線間に合わなかった、あらあら、そうだね、でも私そうだね、そうマシーね元気かな、そうですね、いやー私もそんなメンバーになりたいですけど難しいですよね、私はね、エリをお代理は楽しい話をたくさんする、向井地さんあんまり話したことないかな、なんかお仕事で一回同じになった時にちょっと話したけどあんまりお話したことないかも、ポリポリ、そうまあそんな感じだよね、みんないい歌ですよ本当に、皆さんそのメンバーもね自分の夢を叶えるために頑張っててすごいなって、そうチーム違うからさ話す時ないやん、お仕事で一緒になることもないし、ゆきりんさんは私ちょこちょこ話すんですよ、なんかそうちょこちょこ話すんですよ、もうなんでかってまあそうですね秘密です、ゆきりんさんはめっちゃいい人ですよ、なんかこんなこと言ってあれだけどめちゃめちゃなんか優しいしなんかすごい本当になんか宇多田みたいなメンバーのことを見てくれてたんだって感動しました、高直さんありがお花、ほとんど話さないメンバーこれから話したい、エイトの子えで私ほんと人見知りなんで人一倍あれなんだけど、リンリンとかとあんまり話したことないかも、リンリンとかでも話したらすごい優しいんですよ、
でもあんまりお話とかなんか世間話とかをしたことがないから話してでもね結構あれなんですよ、大人なんですよね。私ガキンチョだからさ、ガキンチョだから、そう大人だからさ、そうそうそう。え、前ね願い事の持ち腐れのリハの時にちょっと話しました。そうそうですね。でも基本的にそうだね。でもか横ちゃんとずっと仲良くなりたいなと思いながら未だに緊張してますね。シャンガさんありがたい焼き、ありがとう。でもみんなまあ基本的に仲いいんですけどね。そう基本的に仲いい。うん。あとソラノンともっと仲良くなりたいかなと思う。うん。でもあとはそうだね。うん。でもあとは誰がいたっけ？誰がいたっけ？でもなるちゃんは熊本ツアーで結構話したっていうか、なんかあなるちゃんってこんな方なんだってすごい思った。でもなぎちゃんはねチーム4で一緒だったから結構ね一緒に話したりとかしたので、そうホテルの部屋一緒だったし、れいちゃんはね私はもう仲いいと思ってますよ勝手に。れいちゃんが思ってないかもしれないけど、れいちゃんはもう私は仲いいと思ってます。れいちゃんはねいい子ですよ。ゆかちゃんとれみちゃん、そうね、ゆかちゃんとれみちゃん若いよね。ゆかちゃんとれみちゃんもちょこちょこ話してますよ、ちょこいろいろあったら。ゆきなはもうね結構話した気がする。なおきさんありがたい焼き。ゆうかりん、ゆうかりんあんま話したことないかな、なんかちょっとって感じ、ちょっとちょっと結構ゆうかりんね、なんかそうちょっとなんかリハリションでちょっちっ、そうハルピョンは結構話すよ。ハルピョンはねあのね結構話しますよ。結構あの熊本ツアーのリハの時とか結構同じとこ行ったから。姉妹グループで仲いい人は、仲いいって言ったら怒られるかもしれないけどジーナさんとか、あと吉野ちゃんとか SKE の、あと深井ねがいちゃん、ねがいちゃん、あれ私の方が先輩なのか、一応先輩なのか。ちゃん付けしちゃってダメだったかな、あれ先輩か、あれ先輩だっけ、先輩か、先輩だっけ、先輩か、そう、あとクーカちゃん仲いい、福留ちゃん、福留ちゃんちょくちょく話しますよ、ちょくちょく。そうよくにゃ視聴者とバトルしてたの。そうロミジュリとかネギマで一緒だった方。リセモモカちゃん会ったことない、え会ったことないよ私。でも話せるかな、お姉ちゃんと仲いいんですよ私って。なんかねもう握手会なくなってから他のグループの方と会う機会なくて、ジーナさんはね私がめちゃめちゃ大好きで、めちゃめちゃ大好きで、もうね握手会で一緒になるたびに写真撮りに行ってたんですよ。そう写真撮りに行ってて本当に大好き。そうもうそこで大好きなんですよ。斉藤真希子さんはまああのね舞台の時にねご飯をねご馳走してくださった、すごい優しい方ですよね、優しい方です。そう美咲どひなのとはちょこちょこ
あ、うん、あ、そうだね、そんくらいかな。でもそう、なんかもうロミジュリの時に私は、なんだこの美しくて優しい人は、でも私は惚れちゃってそう、でもそんくらいかな。他のグループで仲いい方、なんか仲いいで、こう気軽に、あーおはようございますみたいな感じで行ける人はそんくらいかな。あとはあんままだ接点がなくてかな。みんなでもね、いい人ですよ。ハマちゃんとは話しましたよ最近ね。一緒にずっとミスだったね。2時間くらい一緒に話してた、リハ終わりに楽しかったです。そうですね、いやアイドルにならなかったらみんなとこんな風にね仲良くなれてなかったんだなって思うと、なってることだと思いますね。 NLB の子は、うん、もういや卒業しちゃったんだよね。NMB の方とはね、ないかな、接点が。NMB ない。NMB さんはね、あんまり関わったことがなくて。ハマちゃん、楽屋では、ね、うるさいですよ。静かではないですよ。ゆりなちゃんは話しますよ。よく。なんか、ゆりなちゃんはね、優しいオーラが飛び出てます。NMB さんね、私ね好きなメンバーのかなんかこの方かっこいいなとか、 NMB さんね仲良くなりたいなとか思う方とかいるけど、接点が全くないんですよね。一緒に仕事とか全くないね。まあそう、舞台の時に一緒だった方ほぼほぼ皆さん卒業されちゃったかな。どうかちゃん、あやねちゃん、あやちゃんとも話すよ一番喋ったことないメンバーとか言ったらさ、なんかさマイナスな意味でファンの方が捉えそうだから言わない。みんな仲いいからと、みんな仲いいですよって言っても絶対さそういう風に捉える人とかいそうだから言いましょそう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 、SK さんとはちょっと絡みがある。なんか SK さんとっていうよりは舞台で一緒になったんで、方たちって感じなんですよ。なんか SK さんと一緒に仕事をしたとかではなくて、あ、まあ、SK さんなんですけど、その舞台の魔法先生、あの魔法先生ネギマと、あとそのロミジュリで一緒になった方たちと仲良くて、でそれがその SK のこの子と SDU のこの子とこの方だって感じですねでございます。そうでも SK さん、 SK さんね、せっかく地元だからなんかさ一緒にお仕事とかさしたいなとか思うけど、なかなかないですねそういう機会。なんかさ一緒に愛知のイベント出たりとかもっとしたかったな。そうそう、なんか愛知の街歩いてたらほんと SK さんばっかですよ。なんかアイドルだと思ったら SK さん多い。そう、切磋琢磨さんありがたいやき、多い多い多いですね、すごく。そうやばい、あともう1時間半やってる。おだけた今日はもう。でもね散歩も行ったし、お風呂も入ってないけど、ご飯も食べたし、もうね特にやることといえばちょっと驚くかなと思ってるんですけど、そんくらいなんだよ悪いな、片っ端から落書きしよう、悪いですね。私スケイさんの劇場に出張公演に行きたいっていうのが夢。OKB の CM、 OKB CM、 なんかポスター見たこと、 OKB ってあれですよね違うかな、
大垣協立銀行ですか。ん、大きい、なんかポスター貼ってないですか。ポスター、ポスター貼ってますね。なんかポスター、 SKE さんの4人くらいのポスターそんな名前じゃなかったっけ。あ、それですよね。ポスターはめっちゃ見る。 CM 見たことない。でも私見たことないかも。あんまテレビ見ないからな。うん、ポスター見ますね。あ、大垣共立銀行で合ってますよね。大垣共立銀行、え、これなん、どういう CM だったっけ。この歌だけわかる。大垣共立銀行、あなたも私も OK OK、にっこり笑って OK OK、 笑顔でお迎え OK OK、 大垣共立銀行、大垣共立銀行だこれローカルなんだ。やっぱローカルですか。え、ローカルですよね。エースのペアアットマークゆえさん、ありがたいがき。じゃあ愛知の人しかわからない、愛知の、まあ、東海地方の人しかわからない CM。 つけて味噌かけて味噌、おでんに味噌かつ、つけて味噌かけて味噌、なんだかな、つけて味噌かけて味噌、SK 劇場さんにチョコはいいなぁ。やつもやりたい、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 やりたい。そう、面白いですね。なんかね、最近ミッサーとカレンちゃんと結構よく一緒にこうなんかしたりするんだけど、ミッサーとカレンちゃんというとなんか九州の CM の話題で盛り上がるんだけど、全くついていけないんですよ。なんか九州の CM の歌を歌い出して、なんちゃなんちゃなんちゃって言ってハハハって笑ってるんですけど、私まあついていけない。何を言ってるのかわからないもう何の CM かもわからないし、まあついていけないです。いつものっきーさん、ありがたいのきだから、ちょっとここで共感してくださる方がいて嬉しいわ。そう、シーバーマサだっけ、シーバーマサ、あとハマイン、合宿免許はハマイン。そう、白黒抹茶、あ、これ知ってるよ。でもでも今また音が出てこない。あれでしょ、ウイローの CM なんだよね。白黒ブラックモーグランシャット、わかんない、わかんない。ハマイン、ヤバトンの CM、そろそろヤバトン、そろそろヤバトン、あいつは突然やってくる、タララ、あいつは突然やってくる、そろそろヤバトン、味噌カツこの、あ、なんじゃにゃんここの味、じゃあこれこれこの味だっけ、味噌カツヤバトン。これもう愛知とか東海地方に住んでない方は何言ってるか分からない話してる今。そう、絶対分からないでしょ。え、竹本ピアノは全国だよ。え、違う、全国でしょ。え、なんかカレンちゃんたち歌ってた気がする。違ったっけ、歌ってた気がする。あれ全国じゃなかったっけ。そう、さっぱりでしょ。ついていけない話はやめとこう。みんながアパホテル、アパホテルの CM 泣かれたっけ。アパ、アパ、やってるよね。竹本ピアノやってますよねちょっとローカルの話はねわからないのよ、ついていけないのよみんな、だからやめていきましょう。え、グラビアのさ、ホッチ
中間あそこ発表も出たんだ。閉じる。あれ出た？あ、9時か。え？なん、え、そこ発表まだ出てない？あった。あ、9時からか。まだあと30分あるやん。ミスターとかゆきちゃんとかが、あとサヤリンとかもか、あとヒダヤとかセリクちゃんか、ランクインしますように。ミスターは毎日コメント返信とギターをあげてて、ゆきちゃんは毎日エロティックな写真をあげてます。今日のゆきちゃん、あ、なんて言ってたっけな、確か今日のゆきちゃんか昨日のゆきちゃんは、雨の日だから家の中でイチャイチャしようみたいなって感じで。あとその前のゆきちゃんは何だったっけな、いや何だったっけな、クリ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 、何だったっけな、原本ゆきあざとい写真再現配信。あ、今日のゆきちゃん更新させる。君がいるならいつでも幸せだよ。外が雨の日はお家でイチイチしようよ。次はどこ行こっか。こんなところで何してるの？熱くて食べれないからフーフーして。私が勝ったら何でも言うこと聞いてるっていう端を上げてます。素敵、すごい、さすがプロだわ。さすがゆきちゃんは、さすがや、ゆきちゃんもね、面白いし、いい方なんですよ。チェキロ、チェキロ、めっちゃ仲乗る。そろそろ配信終わりにしないといけない。お腹が鳴り出した。お腹がこれ鳴ってるっていうか、消化活動してる音がする。ナオキンさん、ありがとう。私もたまにやってみよう。どういう意味かな。ね、ミスターランクインしたらいいね。ミスターね、見たいね。どういうお胸してるんやろうな。あんま見せてくれないんだよな。私は結構期待してるんだけど。私は昼口得意ですよ、見てください。これ普通の口ね。ほら、昼口。でもミスさ、私いいと思うんですよね、グラビア。でも見たくないよ、なんか見たくない。なんかメンバーの水着はこう見た時に、あ、ちょっと見てみたいなって思うけど、見たら、あら、そんな格好しちゃってって思っちゃう。わかる、この気持ち。わかりませんかね。なんかこうメンバーが水着着てるの見ると、うほうとは思うんだけど、でもやっぱりこんな格好しちゃってってなるの。わかりますか、この気持ち。私の共感してもらわなくてもどっちでもいいんだけど、もうこんな格好、もう、あ、ゆりなちゃんそん
女出してもうっていう気持ちになる。ユネちゃん、あ、いい体、あ、もうそんな、もうそんな露出してユネちゃんみたいな気持ちになるのよ。そう、だから見たいなっていう気持ちはあるんだけど、でもこう内心、あ、そんな格好してもう、あつかちゃんそんな格好してもな、どう見ればいいか分からないわみたいな気持ちになっちゃう。ゆいさんとななさんの水着もね、私ね見ますけど見ますけど、あ、キャプテンあら、みんなこんな格好してって思います。いや、それはさ見るよ、だってあるんだもん、そこに写真が、そこにだってあるんだ、シングルから。そう、自分がやるよ。やだわその言い方、ちょっとレディに向かって何その言い方は。そうでしょう。そう、ミュウちゃんもね、そう、わさびさん、ありがたい焼き、ありがとう、ありがとう。まあ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 、まあ、いろんなところでいろんなのがありますからね。そろそろランキングを読まなきゃいけない。ドゥドゥンドゥンドゥドゥンドゥドゥンドゥンドゥドゥン。でもさ、みゆちゃんはなんか思ったんだけど、見て、みやちゃんのグラビアってなんかセクシー、私は初めて見た時にセクシーっていうこの感情よりなんか爽やかな感じがしたんですよ。でもなんか色気はあるんですけど、もちろんなんか色気とかよりもなんか爽やかで、お顔美しいなっていう感情が前面に出ました。なんか、あ、顔綺麗だなみゆちゃんってって思った、初めてグラビア見たとき。歌釜さん、かわいい、ありがとう。こんばんつ、突然アンチが現れた、捕まえる、逃げる、ほっとく、ピッ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 、逃げる。そう、ヨコちゃんのグラビア、ヨコちゃんの写真集見て、でもなんかセクシーでしたね、セクシーでしたね。え、そう、なんかでも結構いろいろ見せ、いろいろなんかいろんなジャンルがあったんですよ。こう爽やかなのから結構セクシーみたいな。でもなんかメンバーが水着になってたら恥ずかしくなって、あ、みんな、うん、服着てキュッ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 ってやりたくなっちゃう。そう、こんばんちゅー、お腹痛いな、そろそろランキングも、もうだって35分 1時間半やってるわ。13位、ゆうごりんさん、ありがとうございます。12位、たくやさん、ありがとうございます。11位、ふみてぃさん、ありがとうございます。10位、じゅんやさん、ありがとうございます。9位、ジョークスノーさん、ありがとうございます。8位、ヒイラギアットマーク、今のままの初くでいいよ、ずっとにします、ありがとう。8位、ヒイラギさん、ありがとうございます。そして7位はアトムさん、ありがとうございます。6位、チョコミントさん、アットマーク、UF の笑顔は宇多田ハツコの絵から先になる、おー、かっこいい。チョコミントさん、ありがとうございます。5位、ノリーさん、ありがとうございます、ありがとうございます。4位、ノッキーさん、ありがとうございます、ありがとうございます。配信ありがとう、いやこちらこそ。3位、サカさん、ありがとうございます、ありがとうございます。2位、エースのアペアアットマーク UF さん、エースのアペアアットマーク UF さん、ありがとうございます。そして1位は切磋琢磨さん、
セサタクマさん、ありがとうございます。ありがとう。ひだたまく住民さん、ありがたい。ぜひ皆さん、今和菓子のキャンペーンやってて、あのたい焼き無料のギフトが10個あるらしいので、もし残っている方いたら、あの投げてくださったら嬉しいなと思うんですけど、いかがでしょうか。まあということで、今日はそうですね、あそうですね、塾に本返しに行けて、あすごい、言ったら直樹さんが投げてくれた、ありがとう。えわかる、私もグラビアの雑誌恥ずかしくて買いに行くの抵抗があります。ね、あの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 ね、今日塾返しに来たんだけど、でもいつも教えてくださってる先生はいなくて、でもちょうど授業中だったんであんまり話せなかったので、その渡した方にも、最後にお礼言いたかったから、ちょっと残念な気持ちもありますけど、もうワンチャンやめてますね。ワンチャンやめてるんじゃないかなと思いますので、まあちょっとお礼を言わずやめてしまって申し訳ないなと。だってもう授業あれが最後だと思わなかったんだもん。だって振り返りあるとか言うから、塾長さんが振り返りあるとか言うからさ、私はこの日が最後だと思わなかったんだもん。そしたらさ、塾長さんがちょっと適当だったから、ちょっと最後の日が分からなくて、気づいたらもう私いなく、塾やめてたんだけど。塾やめてたんだけど、そうワンジャーもやめてるなと思って。そうですね、だからちょっとそこだけちょっと心残りですね。心残りですね。はい、塾長さんはいなかったです、その時行った時は。まあ良かったですけど、まあまあ別にいいんですけど、いなかったとして。そう、私まだ模試の結果返ってきてないんですからね。模試の結果ちょっとまた連絡するね、模試の結果渡す時って言って、未だに来てましたから。でも来週くらいに電話するねって言って、もう半年くらい経ったんですけど、電話いつ来るか分かりません。そうそうでしょう。いつの模試？去年の9月とか10月の模試かな。まあ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 、それもそれでいいんですよ。もうそうしょうがないよね。早くね、なんか私も電話とかもうなんかもういいやと思っちゃった自分がいたわけよ。まあもういいかなみたいな、もう別にいいやと思っちゃって、もうほったらかしにした自分も自分なんで、そういう人生や。そう、まだじっくり採点してくれてる可能性もあるということで、よし、じゃあ配信終わります。また明日も配信するかもしれないので、そちらもまたご連絡いたしますね。じゃあみんなバイバイ、ありがとう見に来てくれて、バイバーイ。いや、大丈夫。